Oh, I 今朝のこの時間は、鎌倉女子大学教授、医師の木下博一さんにお話を聞きます。木下先生、おはようございます。どうもおはようございます。よろしくお願いします。お願いします。アメリカマサチューセッツ総合病院は今月3日末期腎不全の治療として、豚の腎臓の移植を受けた60代の男性患者が退院したと発表しました。使用した豚移植後の拒絶反応を避けるため、遺伝子操作をしてあったといいます。まあ、今後。は 腎臓が体内で機能し続けるかどうかが焦点となるというんですね移植後の拒絶反応を避けるため遺伝子操作してあったということなこんなことできるんですね、まあ、そうなんですね まあこの方はですね2018年に死亡したドナーの腎臓の移植手術を受けてたんですが<え>その腎臓は昨年にうまく機能しなくなってしまっていましたそこで医師団はですねえ豚の腎臓をを移植すするっていうアアイディアを提示したんですね、はい、まあこの遺伝子操作についてはバイオ企業の eGenesis っていうところが<え>有害な豚遺伝子を取り除いて、はい 人との適合性を向上させるために特定の人遺伝子を追加して改変したものになります、まあ、豚の腎臓が人間に移植されたのは今回が初めてとなります、まあ、以前紹介しましたが 過去には豚の心臓移植が行われていて、はい、え,え、えこれ移植された患者さん二人は、えー、手術から数週間後に死亡してるんですね。<ー>ですが今回まあうまくいくかどうかちょっとわかりませんけど、ええ、まあねアメリカらしい選択だなと思いますね。すねまあこのままね、えーうん、まあ待っていればもう命なくなるわって。そうですね。もう自利品ですからね。はい、だったら一か八かこういう可能性があるからやってみませんかみたいなこの提案があって、はいうん、まあこの段。 はやってみましょうっていうことだったんですけどね、えー、まだね成功したこともないのに、えー、チャレンジャーですねしかし今は遺伝操作っていうのはいろいろ進んでるんですね、うん、進んでますね、えー、でもこれで十分かどうかねああそうかまだわかんないですねいいろろ失敗を繰り返しながら、うん、そのうちに成功に導かれるんですじゃないかなと思うんですけどね、えー、はいさあそれでは今朝のテーマいきましょうこちら 紅麹問題で注目サプリメントの飲み方や注意ポイント小林製薬の紅麹成分入りのサプリメントをめぐる問題を受けサプリメントに注目が集まっています 木下先生サプリメントってどう捉えればいいんでしょうね、えーまあ、サプリメントはこれ英語なんですけれども、はい、まあ補助とか補充っていう意味なんですね日本で発売しているサプリメントはある成分が濃縮されて、はい、錠剤やカプセルなど、まあ、通常の食品とは違う形をして作られた製品、はい、まあこれを指しますね、はい、これサプリメントを飲む必要がある、まあ、補助補充という意味ですがこれどういう人たちだと考えら ればいいんでしょう？まあ、実はね割と限られた人たちなんですけど、あはい、まあ、妊娠中。これ、赤ちゃんの危険を防ぐ目的で葉酸が多く必要になるので、はい、これサプレみントの補充が推奨されています。はい、これ、ジャガー横田も飲んでました。あ、そうですか。葉酸そうですね。えー、また、あの特別の場合ですが、病気で腸を切除して短くなる。えー、ま単、あ、腸症候群っていう病気があるんですが、えー、これは吸収不良になるので。 通常の食事だけは十分に栄養素を吸収できないので、はい、サプリメントを使って補う場合がありますあまあドラッグストアとか行くとですねもうたくさんのサプリメント売られています、うんはい、多くの人にとってはでも今の木下先生のお話だと あまり必要ないと考えた方がいいんですかまあ健康で食事が取れる方は原則不要だと考えます、はいはい、僕自身も取っていませんあ<ー>まあサプリメントや健康食品と呼ばれるものは必要性を自分で判断して自己責任で使用するものなんですね、はい、またあの普通の食品よりも健康に良いとか健康に効果がある 健康の保持増進に役立つかどうか<え>これ科学的根拠も十分とは言い切れないんですねそうなんですねですからね,ね<え>サプリメントは 薬ではないといいいいうこも忘れてけなですねやでもこれ自分の胸に手を当てて考えると私ビタミンだとかねは守ってるんですよだけれどもちょっと野菜取れてないしなとかあと牛乳もあんまり飲めないからじゃあカルシウム飲むかなとか気が付くと片手では足りないくらいサプリメントを取ってるんですがでも今回のこのサプリメントというところで果たしてそれでいいのか どうかと,旗とこう立ち止まったわけですよで今の木下先生のお話聞くとこれちょっともう一回考え直した方がいいのかもしれないなと。<laughs> ね、というのもサプリメントを飲んだ後に健康被害が生じたという事態これ、まあ、今回あったわけですが過去にも報告されてるんですか 実はの具体例たくさんあるんですけれども現在国民センターが発表している事例をまあ5つご紹介しますが例えばですね「筋肉増強サプリを飲んだところ直後から下痢を発症した」「ダイエットサプリを1袋飲んだところ下痢が続いて体調を崩した」「筋肉増強サプリメントを飲んで発疹が出た」生酵素サプリメントで 喉ががするなどアレルギー症状が出たそれから花粉症に効くという健康茶を2週間ほど飲んだ後一旦飲むのを止めたら倦怠感や微熱が数週間続いてその後ですねこの健康茶にはステロイドが含まれていることが分かったと。 まあ結構怖いですねこう考えるとね。えー、いや今の話聞いただけでも人によりますけれど、はい、そういうことがあるあり得るってことなんですね。そういうことですね。まあ、ってことはサプリメント今ラジオ聴の方の中でもですね、まあ気軽に利用している方多いかと思うんです。これどんなところに注意すればよろしいんでしょう。はい。購入しようとしているサプリメントにどのような成分が含まれているのか、はい、どのようなような表示の健康食品であるのかを確認することなんですね。はい。で確認してですね。 国立健康栄養研究所っていうところがあってそこのウェブサイトには素材情報について説明したデータベースがありますので、はい、まあそこをご覧いただくそしてですね、えー、その上でお薬を飲んでる方はお薬手帳を持参して薬局の薬剤師に相談してみてください、はい、まあ絶対にやってははいいいけないとということは 自己判断で処方されている薬の副料をやめてサプリメントに置き換えるですとか医療機関を受診せずにサプリメントで代用したりするっていうのはちょっと危ないですね。れは危ないともしですねサプリメント飲んで体調が悪くなったという場合はどうすればいいんでしょうこれ実はね医師は処方薬については詳しいんですけど市販薬ですとか健康食品はあまり知らないことが多いと思います。 実は医師よりも薬剤師の方が詳しい場合もあります、はい、ですからどんなサプリメントを飲んでいるかそれから現在の内服薬の有無、はい、どのような食生活を送っているかなどの情報は必須になります、はい、まあこれによってですね飲み合わせが良くないことですとか同じ成分のサプリメントを飲んじゃっているので減らすことができるという場合もあるのであ、ね、まあ相談してみる価値はあるかと思いますはい 今朝は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きました。木下先生ありがとうございました。どうも失礼しました。